ネリカの栽培風景員マリネリカは、アフリカの食料事情を改善することを目的に、開発されたイネ品種の総称。アジアイネを母親として、アフリカイネの花粉を掛け合わせた主観雑種から育成された。アジアイネの高収量性と、アフリカイネの耐乾燥性、耐病無視性などを合わせ持つ。2008年時点で、オカボ18品種が普及に移されている。 水筒についても普及が始まっており、おかぼ以上に生産性向上に寄与することが期待されている。2006年6月段階で60種類の水筒品種がアフリカ島センターから発表されている。なお、ライスと米の重複表記であるため、ネリカのみの表記で良いが、ネリカ米とも表記される。アフリカのサハラ砂漠以南地域では、 1970年代から食料としての米の重要性が高まっている。国際食料政策研究所による2006年の報告でも稲は多くの国において最も大きい生産者利益を生み出し得る作物として大きな可能性を持っており、米は地域全体の戦略的な生産品であると指摘されている。この地域では年々生産性及び 生産量の増加は見られるが、個人あたりの消費量も増加しており、不足分を他の地域から輸入している状態が続いている。そこで育種の面から米の増産を図るため、従来の稲の品種改良では達成できなかった特性を持つ品種として、ネリカの開発が開始された。従来の稲品種と比較して有利な点は次の通りである。ネリカは、 アフリカ等センターによる農民参加型の品種選択法を通じて農民自身による評価、選択を介して普及が進んでいる。この試みは1994年にコートジボワールで開始された。具体的には普及候補となる数十品種を試験展示補助で栽培し生育期間中に何度も農民を招待して観察、選択をしてもらう。2年目。 三年目には、農民は自分の畑で候補品種を試験的に栽培して、農民自身の最終判断を下す。2007年時点で、ネリカ品種はアフリカサハラ砂漠以南地域の17カ国で栽培されている。なお、品種の普及にあたっては、種子の品質及び量の確保が問題となっている。二千六年時点では、ウォーダ及びアフリカ遠イネアフリカイネは、 3500年以上前にアフリカで品種化され現地に適応した特性を持つ。しかしながら収量や栽培管理の面ではアジアイネの方が優位であり、450年ほど前から徐々にアジアイネの栽培がアフリカでも広がっていた。ネリカの親となった2種類の稲は異なる生物種である。その祖先や生死も異なり、アフリカ稲多いザグラベリマは アフリカに自生するオーバリシーからアジアイネオーサティバはアジアに自生するオールフィッポガンからそれぞれ栽培化されたと考えられている。そのため、この2生物種の間で雑種を作った場合、不燃などの問題があった。以下に2008年時点で栽培され、しかしながら育種の手法は様々なものがあるので、それ以外のネリカも、 同様の手法で育成されるわけではないことには留意が必要である。ウォーダでは交雑を行う前に、まず親とするアフリカイネの選定を行った。1991年と1992年の2年間に1130系統のアフリカイネを栽培し、所得性、特に雑草との競争に優れた8系統を選び出した。1992年に、 陸頭タイプのアジアイネ5品種を母親として、アフリカイネの花粉を受粉させた。受精肺の生存率を上げるため、一部では肺培養を行い雑種を作成した。この雑種に、さらに、アジアイネを2回戻し交雑し、アジアイネに近づけた。この雑種広大を固定させるため、薬培養による半数体を培化し、最終的に各性質に優れた系統を作出した。 こうして選ばれた系統が、さらに前日の農民参加型の品種選択法を経て、ネリカ品種群として、普及に移されることになった。おかぼを含め、二十歳では、同一作物の連作が続くと、土壌の疲弊や連作障害が起こる。したがって、通常は畑作では、輪作や休耕を行う。一方、水田稲作は、適切な施肥を行えば、 淡水条件で連作が可能な農法である。しかしながら、アフリカで栽培されていたアジア型水筒では、土壌の鉄過剰による障害、雑草との競争、ウルス病や水ストレスの面でアフリカ稲に劣っていた。そこで畑作用ネリカに次いで低地用ネリカの開発が行われた。アジア稲としては、国際筒研究所で育成されたインディカ型の品種が、 用いられた。アフリカ在来の水筒の通常の収量は1ヘクタールあたり1.5トン未満であったのに対し、育成された低地用ネリ科では1ヘクタールあたり6から7トンの収量を示す能力が示されたまた、これらの品種を用いたに規作を行うことも期待されている。ありがとうございます。